油を使わねえとこうも難しいとは思わなかったってばよ。あのさ、ちょっち思ったんだけど、戦うときはここの油を持っていけばいいじゃん。油なしで取り込む修行も必要ねえし。え、なんで？そうなの？わっ、いや、そんなことは。こう見えても修行するノウハウなら前の修行。あのさ、まさかとは思うけど、あそこ、うん、うわっ、ああ、動くなだけでこんなに難しいなんて。もしかしてエロ仙人もここで修行したの？まあこの修行、エロ仙人はどれぐらいかかったんだ？影分身の術。俺には時間がねえ。エロ仙人がやった修行だからな、俺も頑張んねえと。ダメだ。なんかカラフルでうまそうだな。で、いいってばよ。自然と一体になるってこんな感じなのかなって。ああ、あいてててって、あれ、あんまり痛くね。はあ、すっげえ仙人モード。え、最後のステップってまだなんかあんの？まだまだ、わっ。まだまだ完璧じゃねえ。もっと仙人モードで練習しねえと。それだけじゃねえってばよ。影分身の術。まだまだこれからだってばよ。